峠下駅は、北海道ルモイ潮技ルモイ村技峠下にある、北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅である、電報略号はトタ、1977年の峠下駅と、周囲約500メートル範囲、左がルモイ方面、駅裏はすっかり草むしているが、かつては、たくさんの木材が望みされていた、国土交通省国土画像情報をもとに、 作成当駅の所在する地名より、地名は、アイヌ語の、ルチシポクの意訳に由来する、石狩、手塩両国境付近の峠を指す、相対式ホームに面2線を有する地上駅で、深川駅留萌駅間の途中駅では、唯一の列車交換可能な交換駅となっている。互いのホームは、地鳥り式に配置され、駅舎側ホーム西側と、対向側ホーム東側を結んだ。 校内踏切で連絡している。駅舎側が、下り線、対向側ホームが上り線となっている。その他上り線の深川方から分岐し、対向側ホーム外側の留萌方に至る、行き止まりの側線を一線、また上下線をののに安全側線を有している。1983年4月時点では、下り線の留萌方から分岐し、駅舎西側のホーム切りかき木部分の貨物ホームへの、 貨物側線を一線有していたが、1993年3月までに撤去された。かつては蒸気機関車用の給水塔などの設備も存在したが、その面影はなくなっている。ルモイ駅管理の無人見駅。駅舎は、校内の南側に位置し、下り線ホーム中央部分に接している。有人駅時代からの駅舎が残っている。外壁は、茶色系の木製板張りで、車内には、 出札窓口やって、小荷物受け渡し窓口が板で塞がれながらも残存している。待合室には3畳ほどの畳敷きのスペースがある。かつては地元住民の手により、増加や水中花が飾られていた。無人化後も保線詰め所としての役割があり、当器は除雪担当の保線要員が使用する。そのため車内は綺麗に管理されている。トイレを有する。 ホームの停車位置は10メートルほど離れている。北に、手塩連邦、南に、増し山地と、駅のすぐ、前まで山が迫り、裏手は、雑木林の沢になっている。駅前には小さな川が流れている。農家が一軒ある以外には、人気はない。海老島駅との間にトンネルが2本ある。深川駅留萌駅間のトンネルは、この2本のみである。 北海道旅客鉄道ルモイ本線折 4921D シカリ沼田駅、峠下駅大和田駅、上り 4920D エビ島駅、峠下駅ルモイ駅上期以外の列車エビ島駅、峠下駅東ホロヌカ駅ホロヌカ駅、内串線は廃駅、ありがとうございます。